直す基地はここから西だったな。はあ、どうかしたの？あるか、あんまり乗り気じゃなさそうだけど。家族が心配してるんじゃないかな。そうちょっと思っててさ。してんじゃない？あんた家で同然だったし。イリアは帰りたいとか思わないの？私は帰らない。なぜなの？決めたんだもん。前世の記憶で嫌な目に遭う人生なんてまっぴや。私は私の人生を歩むの。アルカなんて絶対信用できないし、かといって捕まっちゃうのもごめんだし。でもこういう暮らしって辛くない？何言ってんの？アルカで生きていくか、この前みたいな戦争の駒として死ぬかの二択じゃない。こっちの方が絶対マシってもんよ。私はこのまま突き進む。誰も邪魔なんてさせないもんね。ねえ、でも国とか教団相手に逃げ回ることになるんだよ。僕らじゃ手に負えないと思う。前世を思い出すのだって、出会うのは敵ばっかりで楽しいことばかりじゃなかったし。それが何？じゃあ帰ればいいじゃない。私は帰るに帰れない。帰りたくても帰れないんだから。私あんたを巻き込んじゃったね。ごめんね、ルカ。本当ごめん。迷惑なんてかけるつもりなかったもん。なあルカ、お前の言う通り国や教団を相手にしてんだぜ。どの道帰ったところですぐ捕まっちまうってもんさ。どうせ捕まんだったらもうちょい頑張ってみね。帰ったら捕まっちゃうのかな。間違いないだろうな。ガキの行動範囲なんて所詮家が中心だろ。確実に実家は監視下にあるだろうよ。スパーラはお家の人を心配してないの？してるもんかよ。いい厄介払いができたって喜んでるさ。俺はこの通り不良だからな。親父や兄貴たちとの折り合いが悪くってさ。ここ1年ぐらいまともに家にも帰ってなかったぐらいかな。だから家なんてどうでもいいや。帰る家があるのは僕だけ。まあ本気で帰りたいってなら止めねえけどよ。ねえ、スパーダが行くのはなぜ？帰りたくないからってだけじゃないでしょ？ダチとつるむのに理由が必要か？ルカ、お前が選べよ。帰るも進むも全部お前の人生だ。誰にも強制されず自分で正しい道を選ぶこと。正しき道を正しく歩めってうちの指導君五箇条だけどな。ごめんね、イリア。うん、元気でね。違うよ、帰らない。本当？僕嬉しかったんだ、君を助けられたこと、君が頼りにしてくれたこと。前世の思い出を語り合えること、前世での仲間ができたこと。そのことだけで胸いっぱいで
後先を考えてなかったんだ。僕、そそっかしいよね。バカ、お利口さんのくせに。バカなやつ。バカ、かもしれない。言われ慣れてないからちょっとショックだけどね。もうバカでいいよ。バカなことしちゃったんだから、もっとバカを通してみる。だからもう泣かないで。悲しませてごめん。バカ、泣いてなんかない。ちょっとあれよ、目にゴミが入っただけだもん。バカバカ、このおたんこルカ、さっさと行くよ。おたんこルカ、オッケー、じゃあ問題なしだな。うん、心配かけてごめんね、スパーダ。いいってことよ。だがな、こうなった以上は最後まで筋を通してもらうぜ。また途中でヘタレ抜かした時にはただじゃ済まさねえ。わかったな。わかったよ。そんなにビビんなよ。じゃあ行こうぜ。西の
時間の無駄だぜ。腹ごなしにもなれやしねえ。Thank you.
口開くな。おい、ルカ、手を貸せ。うん、せーの。ねえ、大丈夫？生きてる？はい、ここで倒れてはセンサスに組みした意味がありません。聞いた？センサスって言ったよ。転生者ね、間違いなく。ちょっと起きてる？しっかりしなさいって。あら、ここはどちら様でしたっけ？僕たちは転生者なんだ。ここに聖女アンジュって人が連れてこられたって聞いて助けにやってきたんだ。あんた知ってる？その人。まあ、それならこれは天の巡り合わせね。私がアンジュ・セレーナ。あなたたちが探してたのは多分私よ。ビンゴね。さっさとここを抜け出しましょう。あんたにちょっと用があってね。いろいろと聞きたいわけよ。助けてくれて感謝します。このまま兵器として人殺しの道具にされるとこ。でも一緒に行くべきかな。おいおい、そりゃねえぜ。人殺しの道具にされるとこだったって自分で言ってたじゃん。でも転生者は生きていてはいけない存在だと思わない？私は自分の力に大きな迷惑を被っているの。自分だけじゃない、多くの人も私を嫌悪していることでしょう。そんなだから人殺しの道具にされたところで。ああ、何言ってんだお前。力は役立てるものよ。私の力は聖堂を崩壊させ、さらに教会を侮辱させてしまったもの。ただあるだけで迷惑をかけるのなら、いっそこのままでも。力のせいで誰かに利用されたり傷つけたりする以外の生き方はないってのか？ざけんな！そんなの何の意味があるってんだよ。要はあんたが何をしたいかってことだろ。私のしたいこと？でも私はこの…それ以前に奇跡を起こし人を癒し続けたんじゃないの？それで助かった人たちがあんたに感謝してないわけないじゃない。そしてこれからだって人のために力を使うことができる。もっといろんな人に感謝されようよ。でも私が捕まった時の周囲の侮蔑と恐怖に満ちた視線が忘れられない。気にすんな。な、そんなのでき、力があるから何だってんだ。開き直りゃいい。お前は立派なことしてたんだよ。聖堂壊そうがで捕まっちまおうが堂々としてりゃいいんだよ。そうよ、あんたはいい人。適応法で捕まったからってそれがどうしたってのよ。僕たちがついてる。みんな同じ境遇なんだからさ、一緒に頑張ろうよ。心強い言葉ね。そうね、私は不幸に酔っていたのかもしれない。もっかい聞くけどよ。わかった、行く。よっしゃ、キンマリー。私はイリアーニーミよ。こうだはこうだだ、よろしくな。しかし俺はスパーダ・ベルフォルマだ。デュランダルっていう剣が。僕はアスラだったんだ。あなたがセンサスの。貴様が軍師オリフィエルか。まっ
全く煩わせてくれる。ずいぶん傲慢な物言いですな。私の記憶によると、敵本陣に乗り込んでそんな口を聞くような不遜な人物一人しか名乗る必要はないようだな。では降伏か、ここで死ぬか選べ。降伏いたしましょう。死ぬつもりはありません。ほん、諦めが良いではないか。貴様はラティオ切っての地暴の死と聞いているが。もう戦略上の目的は果たしました。これ以上の戦闘は無益でしょう。むざむざ俺の軍に蹴散らされることが貴様の目的ではあるまいに。いえ、目的はなへんにあったのか。民間人を逃がすためです。この近辺にそちらの地図には載っていない集落がありましてな。神出鬼没のアスラ軍が突如現れたため、避難誘導が間に合わなかったのです。ですが報告では脱落者も怪我人もなしです。私は完璧に己の責務を果たしました。なるほど。貨幣だったのは我が軍を撃破するつもりではなく、兵の消耗を、そして貨幣で時間稼ぎするためには貴様のような優秀な軍師が指揮を取らねばならなかったか。優秀などではありませぬ。本当に優秀なら捕虜などならず、とっとと逃げていることでしょう。いや、手早く捕虜になることで戦闘をさっさと終わらせようというつもりなのだな。貴様が討ち死んだり逃亡すれば貨幣は旧祖と変わるだろうて。買いかぶりすぎですな。いいだろう、気に入った。逃げろ、追撃はせん。光栄ですな、天下のアスラに気に入られるとは。次は容赦せん。その首今のところ預けておこう。こちらこそ、私の知略の限りを味わわせて差し上げますとも。君はラティオのオリフィエル。ラティオの軍師オリフィエルか。思い出したぜ。その軍略の泉は枯れることを知らず、敵を破り味方を救うこと幾千回の上昇軍にかの人ありと歌われてたな。その上、その気高き騎士道精神に満ちた戦いぶりは敵味方問わず称賛されていたもんさ。今ではただの二層です。皆さん前世ではいささか立場をたがえておりましたが。もちろん。よかった、あんたが問答無用に襲いかかってくるのかとヒヤヒヤしてた。仲良くしよう。前世の間柄は重要じゃない。大事なのは転生者同士助け合うことなんだものね。ありがとう。私努力する。今までの考え方を変えるように。なんだ？こりゃあ逃げた方が良さげ。アンジュ走れる？大丈夫。もともと走るのは苦手だけど。しのごの言わず走るの。行きましょう。時間の無駄だぜ。 集中だぜ。